ソルチャンネル。メキシコシティに来ています。ゆっくり見ていきましょう。この落ち着きのない、落ち着きのないデザートを見て、色も種類も定まってないっていうね。ヨーグルトかも。これやばいよ。なんかエビ？分からん。平成ストップ102年。ちょっと2年。あ、ほら可愛いよ。すごいすごい。ほぼ木。さあ、いくらだと思いますか？聞いてみましょう。何聞けばいいの？いないので聞けません。私の想像したら大体まあ500円ぐらいですかね。500円っていくら？メキシコペソで。マッサージしてます。
ってるね。はい、日本食料理とタイ料理のフュージョンしているお店にやってきました。ここ昨日も来ててめっちゃ気に入って2日連続で来ちゃいました。ちょっと贅沢ですけど楽しみ。今日はデニムのジャケットを買えたことが本当に嬉しくて、しかも1300円で安い。そうですね、メキシコシティですね。まあ、気をつけるべき点は、まあ、携帯を歩きながらいじるときは注意、できればいじらない。あと客引きに注意、あとそれから、急に落ちる床に注意。木のマンホール的なやつに乗っかった際にそのマンホールが壊れて、そのまま下に私落ちていきまして、周りの人から救い出されるという、わってなって、そしたら危ない危ない危ないって引っ張り出してくれて、まあことだけ終えたっていう。だからちょっと足元気をつけた方がいいかも。なんか古そうなマンホールは登らない。これが私のアルフォート。Gracias。全然いいわこのサイズで。いらしたハマチ丼、これで500円。カメラによく見せて、わさびが可愛いよ。どうですか、映ってないかな。じゃあいただきます。これは美味しい。より美味しいかもしれない。怒られるぞ日本の人に。ごめんなさい。うわ、落ち着いて食わせるよ。ごちそうさまでした。あと5杯食べれるわ。それはやばい。¿Somos así? ¿Preguntas? こちらがリュックです。こちらが扇風機です。ミラーもありますけど、すごく小さくて高いです。そして Wi-Fi がなんとこの部屋には入らないということになってます。1階まで降りないといけません。でもここは5階なので降りるのが大変です。あとシャワーも1回したので結構大変です。この服今日買いました。どうですか。これもこれも以上、現場からでした。